京都観光の様子を時差投稿しファン歓喜。乃木坂46の梅澤美波が11日、自身のインスタグラムでメンバーの佐藤楓との京都旅行を報告した。梅澤は、今年の夏は京都旅、とコメントし、京都観光の様子を写真で紹介した。写真には、2人が着物姿で寺社を巡ったり、かき氷やお茶を楽しんだりする姿が収められている。梅澤は、毎年旅行がお決まりになった私たちですが、今年は京都。まったりでした。朝も夜も、温泉。最高に癒された旅でした。と、旅の感想を述べた。佐藤も、自身のインスタグラムで同じ写真を投稿し、京都旅行の思い出を載せます。とコメントした。佐藤は、梅澤さんとの旅行は毎年恒例になっています。今年は京都に行きました。京都は初めてだったので、いろいろなところに横なって楽しかったです。温泉も入ってリラックスしました。と、旅の様子を語った。二人の仲の良さが伝わる投稿に、ファンからは、二人とも可愛い、京都に合っている、仲良しで素敵、癒される写真、旅行楽しそう、などのコメントが寄せられた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。